藤原善九郎は日本の実業家。藤原善九郎宗都市長野県上見の地群、甘利村に生まれる。1894年北新地区花火仕組合を発足仕組合長となる。1910年名古屋の第10回共振会で二尺玉を出品。1915年に長野県演歌組合を創設し、長野県花火市仲間の中心、指導者として活躍。 1919年工場で爆発事故、長男が巻き込まれ数人の犠牲者が出て廃業。花火技術の改良に取り組み、初めて打ち上げ花火に色をつけ、また、初めて尺玉の打ち上げに成功した。原五郎兵衛と共に、長野地区の花火文化を作った。帝国農家一協会支部アモリ軍人会創設、会長を務めアモリ公害販売組合総裁を務める。 時の新能から表彰。全黒労花火工場には、青木演歌の青木義作や新州演歌の創始者がいた。藤原三代の平芝の入り口となる年度山の先端に、藤原三代の石踏みがある。三代の石踏みに最初に登場する、祖父、藤原長在門宗近は、平芝三術塾を1855年に開塾後、経由、学校顧問を務め、 アモリ小学校の前身となる平芝の共生学校設立に加わった。平芝の地に鈴木梅史郎、藤原銀次郎などの文化人を輩出していることから、この地の江戸末期から明治、大正にかけての高い教育水準が読み取れる。ありがとうございます。